2017年ですが、やはり注目はですね、海外ということになりそうです。まず1月アメリカでトランプ大統領がいよいよスタートするということでですね、トランプ大統領の経済政策、これに対する注目がまず高まるということが、予想されます。ヨーロッパは引き続き、かなり注目材料が多い、そういう1年になります。フランスやドイツなどでは大きな選挙がありますし、イギリスのブリグジットですね、EU からの離脱交渉もいよいよ始まる年になりそうなので、このあたりマーケットへの影響を含めて目が離せません。さらに中国は、2017年は5年に一度の共産党大会の年になりますので、習近平体制がどうなるか、さらに中国の人民元、この相場の行方ですね、このあたりが注目材料になると思いますが、基本的にはですね、円安基調が続き、日本企業の企業業績、これはですね、堅調に推移すると思われること、さらに、需給関係ですね、日銀や公的年金の買いに加えて、海外の投資家の買いも、2017年は続くんではないかと。さらに個人投資家も、確定拠出年金、イデコなどを通じて株式市場に資金が流入することが予想されますので、好調な企業業績と好調な需給、これを背景として日経平均株価はですね、年後半にですね、かなり強い場面があるんではないかと思っております。目標となる株価はですね、1996年、6月26日バブル崩壊後の戻り高値となりました日経平均22,666円、この水準を超えてくる年になるかどうか、これが2017年の、見どころになるんではないかと思います。